波が優れた航海術を持っていると知ったルフィは航海士として仲間になるよう提案。それに対して波は一つの条件を提示する。その条件とは、波と共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィは波の案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが、あそこよ、海賊たちのいる酒場は。で、何しに行くんだ。それは言ってのお楽しみよ、海賊のお兄さん。で、何すんだ。ブワッ改造返した上に親分売って一味に入りてえた面白え女だ。まったく、海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけ。さて、ナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの。違う、自分の命をかける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ、小娘、派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人がかりだ。ゾロ！貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるねえ。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろ、ゾロ。了解。ちょっ、あんたはどうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。窮屈な檻からは出られた。さて、どうすっかな。針金全部出しやがれ。やめてくれ。よっ海賊って最低。ラギーの手下だな。吹っ飛ばしてやる。Thank you.
敵の縄張りね。中にいる敵を倒して制圧するのよ。中の敵を倒しゃいいんだな。任せとけ。あいつらを利用すればバギーから海図を奪えるかもしれない。怪我してるのか。手当てさせてくれ。悪いな、これで存分に動けそうだ。よし、決めた。俺たちが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ、宝も。私は海賊にはならない。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし、行こうか。あんたも行くの？お腹の傷は？腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。シッシッシッ、じゃ行くぞ。頼む、この町を守ってくれないか。いいぞ、バギーをぶっ飛ばしゃいいんだろ。ぶっ飛ばすだけじゃなくて守るの。ここを落とされたら私たちの負け。いいわね。なめやがって、あのコソ泥どもは。派手にぶっ飛ばしてやれ。腹が本番だぞ。頼む。以上、街を荒らされてたまるか。俺たちも加勢するぞ。まず攻撃を止めた方がいいわ。砲台のある方を落とすのよ。
町の連中も勢いづいてきたな。探したよ、ルフィ。久しぶりだね。あ、まさか私のこの顔を忘れたわけじゃないよね。誰だお前、バギーの仲間か。あいつとはあんたを探す目的で手を組んだんだ。私の男になるのならあいつに負けてちゃ話にならない。うるせえ、お前なんか知らねえぞ。まだ思い出さないのかい。まあいい、すぐに思い出させてあげるよ。ヌスト殿に海賊の一団を敵に回すことの恐ろしさを教えてやる。行け。こっちも行くよ。ルフィ、こっちは俺に任せとけ。ルフィ、まだ思い出さないのかい。さすがだね。とりあえず勘弁してあげるよ。バギーの連続性は守りが薄いみたい。今なら。ちょっと行って改造いただいてくるわ。あんたたちは敵を引きつけておきなさい。おう、任せとけ。麦わらの男を討ち取れ。見せてやるよ、三刀流の極意をな。倒して名をあげろ。Let's go.
見つけなきゃ。泣く子も黙るバギー罪をなめんなよ。代わりに結構なお宝が手に入ったわ。ま、結果オーライね。何？俺の財宝を離さねえか。いやよ、なんで私の宝を置いてかなきゃいけないのよ。てめえの宝だ。当たり前でしょ。海賊専門の泥棒の私が今海賊から宝を奪ったんだから、この宝は私のもんだって言ってんの。たわけ！盗んじまえばてめえのもんになると思ってんのか。てめえは一体どういう教育を受けてきたんだ。悪党が悪党に説教？持論のバカバカしさはお互い様でしょ。非道な海賊に間違いを正されるほど落ちちゃいないつもりだけど。言いてえことはそれだけか。かっ派手に撃て！バギーだな！このもの！いやー！攻撃を止めて！大台はあそこだな。止めてくる！このもの！女だ。狙ってあげるよ。バギー、約束通りぶっ飛ばしてやる。どいつもこいつも私の実力を見せる時が来たようだ。気をつけて。あの女、他のやつらとは何か違うわ。Yeah.
意気がるんじゃねえ。そっそっこそ泥じゃねえ、海賊だ。それか。てめえら何度かグランドラインに入って何をする。海賊王になる。おのれゴムゴム、好き放題やりやがって。てめえのその麦わらを見てるとあの男を思い出すぜ。クソ生意気なあの赤髪の男。赤髪ってシャンクスのことか。知ってんのかお前。ん、興味津々だな。おい、俺とあいつは昔同じ海賊船にいた。つまり海賊見習い時代の同志ってわけだ。シャンクスは偉大な男だ。お前と同志だと？一緒にすんな！このゴムの！三刀流！三百本堂！キャノン！派手アホが！君が海賊王なら俺は勝つか？大海賊キャプテンバギーの本気を見ろってなくら。バギー様よ。ゴムゴムの！やめろー！